週末は気温差が大きくなるようですね。そうですね。はい、あの低気圧がやってきて、うん、あの暖かい空気を運んでくる。その後低気圧が通過すると、あの大陸からの冷たい空気が、うんえー、やってくるということで気温差が大きくなってきそうです。ちょっとこちら見てみましょう。はい、で上空千五百メートル付近の、えー、気温になりますで。これ見ていただきますと、明日明後日とこのプラス六って書いてありますけれども、この 春の空気と思ってもいいかと思います。まあそれが、えー、西日本、東日本一部、北日本に、えー、流れ込んでくるといった状況です。えー、ただよく見るとね、あの金曜日この冬の空気と言われているマイナス6度は北海道の北へ行くんですが、土曜日には北海道まで南下して日曜日にはね、はい、東北まで下がってくるということで、うん、えっと金曜土曜日にかけて暖かい空気があの。 特徴してくるんですが、うん、今度土曜日から日曜日にかけて、えー、冷たい空気がまた北から南下してくるという形になります。まあ、これで週末にかけて気温の差、気温変化が非常に大きくなってくるというのが、えー、特徴的だと言えそうです。ちょっと週間の予想気温で見てみます。金土日がこちらになりますね。でこれで見ると、例えば札幌は 金曜日8度まで上がるんですけども、日曜日になると、もうマイナス2度、最高気温が真冬日ということで、うもう季節が一気に逆戻りするといった状況です。まあ、東京もね、えー、土曜日は16度ですけども、まあ、日曜日は10度ということで、えー、体感の差がかなり大きくなってきそうです。まあ、特にね北日本や東日本ほど、まあ、気温の差が大きいということが言えそうです。まあ体調管理などもねしっっかり行ってください、はい はい、風邪などひかないように服装選びなどもご注意ください最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけますぜひご活用ください